あ、ノグマイさん、アンチエアさんよくランクまで当たるから DP 吸われ放題。更新1位だもんな。アジア最強ってこと、ランクポイント最高ってことですね。よって。前ジャンプ、スカシゲタン通らない、ガキャン。アンチエアさん20時間ランクマしてる。すげえ、あー、中段、中段、2回目が通る。あ、天撃は多かった。ナックブラスター通して、ファング、フィニッシュ、本気のフィニッシュ。さあ、まずは、ユウさんが取っていきます。スーラーからトリプルタップ。遠距離。デッドリーアプローチ。トリプルタップ。ウィンドミル、エアレード。ダメ足。投げすか？グレがあるので、飛びで対応。フィニッシュ。ファング。うんと、フィニッシュ。置き攻め？終わんない、攻めが。攻めが終わりません。立ち回り。コンバージョン使って、確信入る。触りに行く。ガキャン。うわー、投げがスカって しまった。確定も無理はしません。確実に倒す判断無理はしない。あ、アンチェアさんと戦いたければランクマをする。だけど。と言っていいぐらいいると。さあ、まずは、ユウさんが取ります。さあ、続いて2セット目。上から行く。さあ、腹痛を使って、ガード耐久中を守りながら、死ぬでいきます。空振り。あー、これ最大っぽい、この確定。トリプルタップ。プレセッチ密着。ダブルガンホークですね。あー、割り込んで、相打ちで手打ち。あ！これは、どうなんですか、皆様。まだ思ったら減らない。何が最大なんだろう、指導。さすがに？残る。復帰から着地投げ。さあ、取ったのはアンチェア。画面足の固め。うわぁ、うますぎる。牽制にはフィニッシュで乗っかっていく。マイジャンプ。ガードキャンセルで対応。普通？普通？白ゲージはかなりある。固めが終わりません。マジで全然終わらない。うわ、終われるぞ。複数対応。クータイ君、うまっ！うますぎー！うわ、終わりそう。うますぎるもんだよ。マジか、取り返す、リューティス陣。うますぎませんか、今のしのぎ。これで1-1。ファイジャンプ。ツヤ射撃、ダブルガンフォーク。片面もマジでうまかったけどな。MP スキルが見えたんです。上から潰す。これで画面は衝突。崩れません。ターンが入れ替わる。あ、片目が近すぎてデッドリーアプローチの2発目まで当たってなかったのが辛かった。トリプル、あ、ウィンドミルですね。エアレード。設置。下が通る。
このまま取っていきます。これで1-1、両者譲らずですね。3セット目、さあ開幕が両者離れます。ハックビーが通る、下がってナックルブラスター。このそのジャンプ B に対して必ずその腹痛してるんだけど、これ対策っぽいよな。ダブルガンホークバックジャンプに光る。うわちょっと対応ミスったらこのダメージ、覚醒手前で止める。覚醒に入ります。触りに行くガキャン飛び防止、端から逃げたい。サヒド牽制がうますぎる。ダメ足割れるのか、固め直し。あやっちゃったー、やっちゃったー暴れすぎてしまった。乱射。やりすぎてしまいました。ハピナさん、戦うために殺意が強くなって怖すぎる。割れませんでしたね。表裏拓。フィニッシュでめくる。ブレスヒット。これで画面端。あー、ガーキャンっぽいな、今のコンバージョン。ジャンプ見逃しません。逃げていく端から脱出。ダブルガンホーク使い切って最後で割れる。まあ終わんないだろって感じなのか、これは。まあ終わんないっしょ、終わんないっしょ。はわるっしょ。終わるっしょ。いちいち。ちょっとケチってしまったか。ダブルガンホーク。いやー、これは確定。ダメ足。スカッと2発打って。乱射。あ、なるほど。さっき多分これに近いことやろうとしたのかな。ナックルブラスター。固めに行く。靴を使う。MP ゲージがこれで枯渇する。下が通る。さあ、これ先に覚醒入るのは、あ、入れない。ここでも入れない。徹底して入れない。さあ、ヒヤッとしない。一旦下がる。MP ゲージの回復を待つ。コンバージョン入って。コンバージョンだぞ。どっちが触る？飛んでいる。触りに行く。フィニッシュ。これ、めぐりガードして。MP ゲージがないのは？ドラゴンナイト側。無限の固め？もう？行くとこまで行く。わー！ガキャン！ウィング？何もしない。さあ、牽制光ると終わる。緊張感がある。ナックルバスター？位置が入れ替わる。さあ、ペースはアンチアか、牽制置いて打ち抜いていく。さあ、これで逆転。アンチアが取っていく。追い込まれたのはユウ。これめちゃくちゃいい試合ですね。あ、ガンム最終弾1個前だけ複数取るのが理想なんだけど、ユウ4フレぐらいしかなくてマジで無遂。高めに浮かせて。ダブルガンフォーク。投げて、爆風に巻き込んでいく。拾って。攻め継続。白原子はたんまりある。ガキャン？あ！最速がバレ！これは？足りそうですね。読み勝った。あー、どうする？
ハック B が通ります。これ U が押し込んだぞ。崩したい。いや崩れない。ガードが硬い。さらに確定も取って高めに浮かせる。スイッチ。な、最終弾。いいとこ向きすぎなの、玉。浮かせて。さあ、2体が通るボール。さあ、削るだけ削って。プレッシャーをかけて、最後は下。3対1勝利したのはアンチエアさんとなります。おめでとうございます。めちゃくちゃ強い。1対3ですね。